多くの疑惑の中でも、我々だけでなく、都民、いや、今多くの国民が一番疑問だと考えているのは、やはり千葉県木更津のホテルで行われたという会議であります。やましいことがないのであれば、誰と会ったのかを、その事実を知事、ここで明らかにしたらいかがですか。政治家としての私の真偽という観点から、これは外に出せないと、そういうことがたくさんあります。私は、その方の名前を明らかにするのは、ご容赦願えればと思います。実に視察の 75% が美術館、博物館であります。これは驚くべき数字ですよ。もはやもう異常値であります。こんなに頻繁に美術館の視察に行く必要があったのか、改めて伺います。4分の3というのは、極めてバランスの欠いた数字だと思っております。それは今、鈴木理事おっしゃったように、集中的にこの文化プログラムに当たりたいという気持ちがあってもですね、とてもこのバランスを欠いていることについては、言い訳のしようがないと思っておりますんで。2つの政治団体の美術品を、泰山会が所有をしているなら、2つの団体が解散をした平成26年から所有をしたことになります。それらの美術品をもらい受けた記載がありませんけれども、なぜでしょうか。今、報告書はございませんので、きちんと精査をして、資料要求にお答えしたいと思っております。今、お手元に資料として提出がされていると思いますけれども、いかがでしょうか。これにつきましてはですね、資料代として計上しております。集中審議はこのあと午後7時ごろまで続く予定です。